さあ今回の舞台は、空の玄関口成田空港です。さあ今回は関東空の玄関口成田空港。そんな成田空港で完全ノープラン、今食べたいうまいもん探しの旅をやります。と言ってもお腹に限界はあるし、ちゃんと食べたいもん食べることができるかな。それでは行ってみましょう。まず最初に向かったのは第2ターミナルに今年の4月オープンした魚河岸日本一。魚河岸日本一は東京の都心を中心に出店する江戸前寿司のチェーン店。もう有名ですよね。ですが私食べるとみ魚河岸日本一のお寿司食べたことないんです。ほら魚河岸日本一って本格的な江戸前寿司をリーズナブルに提供するんでしょ。一度食べてみたいじゃないですか。念願だったんです。そんな魚河岸日本一で注文した一品はこちら。どうですか、色は鮮やか、ネタはこんな感じ、いくらもあります。そしてもう一つ、アナゴの一本握り、豪快です。さあそれではいただきます。まずは一番左端にあった中トロからです。色味はいい感じですけど、お味はどうなんですか。まあまあまあいい感じじゃないですか、中トロですね。さあそんなお寿司食べるともう真っ昼間からビールいきますよ。ビール中ジョッキです。700円です。ちょっとお高めです。空港値段でしょうか。最近ねお酒値上がりしてきて、一般庶民の私食べる富としてもなかなか辛いところがあるんですけれども、さてさてこの立ち食い寿司スタイル振り返ってみると入ったことないような気がするんです。まああの客席スタイルのお寿司屋さんはね、まあ、回転寿司も含めてまあそこそこあると思うんですけれども、立って食べるお寿司屋さん考えてみたら初めてですよ。なかなか隣の人とね距離感近いのね。さあエビ大きかったです。そしてこちらネギトロですかね、ネギトロもいただいてって感じでね。味はねまあそこそこいいんです、いいんですけれども、まあこんなことちょっとね言ってまあどうなのかな、シャリネタともにまあ控えめなサイズというかね、お上品なサイズなんですね。まあこれをちょっとどう捉えるかなってところはあるんですけれども、まあどうなんですかね、もうちょっと大きいのが好きかな。なんて言ってるうちにね、まあこのお茶はですね粉を入れてあの卓上についているんで、これなんて言うんですかね、プッシュしてお湯がガチャ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 って出てくる、まあそういう感じでした。でこのお茶ね結構美味しいんです。で好みは濃いめね、粉をちょっと多めに入れて濃いめに飲むのがね僕ね大好きなんですね。このお茶ね一息つきましたよ。さあラストまだあります。このうなぎの一本握り長いです。さあこれねどうやって食べるの、僕はねこうやって端っこの方を切ってわさびつけて食べる、そしてお酒を飲むみたいな、まあこういう食べ方がいいんじゃないかななんて思うんですけどね。まあ大きいんでねこうね箸で掴んで口へ運ぶというのはできないんでね、まあこれいいと思うんですけども、味はですねまあ控えめな味です。甘ったるいとかそういう感じじゃないですね。わさびとの相性もいいしビールとの相性もいい、そしてご飯との相性もいいと、まあそのように感じました。さあ最後いただきます。悪くないじゃない、まあ、サクッと食べる、まあ、立ち食い寿司だからそうなんだけども、まあ、サクッと食べる感覚のお寿司ということでね、まあ、よかったんじゃないかななんて思います。まあ、最後はねお茶を一気に飲み干して、ビール一杯しか飲んでないんだけど結構効くね、昼間だからかな。でも気分は上々、いい感じです。さあ今回初めて入った魚河岸日本一立ち食いで面白かったです。タノウマ。さあ続いてはですね、最後に食べたのはここ成田空港でした。コロナ前なんでもう3年前とか4年前だったと思うんです。どんな味だったか忘れちゃったんで楽しみです。
ということで本日2軒目向かったのは築地銀だこ。え？築地銀だこってどこにでもあるじゃんって言ったら、さっきの魚菓子日本一もそうなんだけど、この築地銀だこのたこ焼き食べるのほとんど僕成田空港で食べるんです。なんでしょうね、出国前に食べたくなるっていうのもあるんだけど、お酒も飲めるじゃんっていうことでね、よく入っちゃうんですね。さあ頼んだのは6個入りです。どうですか、この熱々のたこ焼きの上で踊るカツオ、うん、いい感じじゃないですか。そこにからしマヨネーズをかけます。ソースにマヨネーズって相性いいですからね、本当に僕の好きな組み合わせ。ほらどうだ、うまそうだぞ。そんなうまそうなたこ焼き、箸で持ち上げるとこれつかみやすい。なぜならカリッカリだから崩れないんです。さあいただきます。どんな味だっけ。歯で噛む、一口二口すると中からとろっとした食感、そしてタコ大きめプリッとしてるんです。いやー美味しかったよ、美味しかった思い出が蘇ってきたよ。さあそんなたこ焼きに相性のいい、これ築地銀だこおなじみ角ハイボール、でっかいサイズで頼んじゃいました。結構重いのね。うん、そんなハイボール飲むと鼻から胸にかけてふわーっとお酒が抜けてくんです。いやーそっからのたこ焼き、これね、このルーティーンいいですね。ハイボールってたこ焼きとの相性こんなに良かったんだ。思い出しましたよ、銀だこで食べたたこ焼きとハイボール。これね食べてね、お酒ちょっと気持ちよくなって飛行機に乗るっていうね。うん、そろそろ海外の旅やんないとね。そんなことをたこ焼き食べながら思いました。さあお好きでしょ、角ハイボール。うん、好きだって、大好きなんだよ。いや大好きなんだけど、これでかいよ。もうね、左腕疲れるぐらいでっかいサイズ、飲み応えあります。そして昼間です。先ほど魚菓子日本一で、そう暑くなってきちゃってね、もうポカポカほてってきちゃって、ビールに続いて今度ハイボール。いやー気持ちよくほろ酔いになってきました、真っ昼間の成田空港。うん、一人居酒屋状態。いやー美味しい、最高だね、決まっちゃいました。さあ今回の築地銀だこ、皮っぱり中とろたこっぷり、美味しかったんだね銀だこって。徳馬今度はですね、成田空港第一ターミナルに移動してきました。この第一ターミナルに来るのもうちょっと覚えてないぐらい久しぶりなんですけれども、そういえば僕タイはね何度も入国してるんです。だけどあのタイで有名な料理、世界で一番美味しい料理食べたことなかったんです。ということで向かったのは第一ターミナルスカイフードコートにあるジャイタイ。そうジャイタイは六本木、沖縄、そしてここ成田にしかない本格的なタイ料理を味わうことができるレストランなんです。そして世界で一番美味しい料理はこれですよ、マッサマンカレー。僕タイで食べたこと、まあもちろん日本でもなかったんです。初めて食べるマッサマンカレー、どんなお味なんでしょう。そしてライスもついてきます、ジャスミンライスです。その盛り付けはなぜかピラミッド、エジプト料理ではありません、タイ料理です。なぜピラミッド。さあ初めて食べるマッサマン、どんなお味なんでしょう。いただきます。うん、すると想像通りココナッツミルクのまろやかな口当たり、そしてピリッとした辛さがあるんです。うん、まあ想像はしていたんですね、このマッサマンカレー。具材は鶏肉、じゃがいも、それからピーナッツが入っている、まあこんくらい知識はあったんですけど、まあ玉ねぎも入っていたんですね。うん、さあそんなカレー一口口に含むとご飯が欲しくなるつうもん。そう昔はタイ米と言ってましたけどね、ジャスミンライスなんて近年は言いますよ。さあそんなご飯を口に含むとカレー欲しくなる、ご飯カレーご飯カレー、このルーティンが止まらないんです。
そしてマッサマンカレーといえばやっぱりジャガイモ、ゴロッとした大きさ、それを口に入れる、噛む、するとね熱いんです、熱さが残ってるんです。でもホクホク、このジャガイモ美味しい。そうそう、このジャイタイのマッサマンカレーは辛さが3段階選べまして、僕は一番辛い3段階の3番目にしたんですけれども、本来マッサマンカレーってそんなにね辛いカレーじゃないと思うんです。今度タイ行ったら食べてみようと思います。いやー、それにしてもチキンはジューシー、ジャガイモホクホク、マッサマンカレーってこんなに美味しかったんだね、納得です。たくま、いやー、今回空港で取った食事もうほんとね満足しているんだけども、まあなんていうのかな、空港って旅人が多いでしょ。で旅人たちの表情、これがねキラキラしててね、いい笑顔してんだね。で空港で人を観察してるだけでね、なんか楽しくなってくる、まあ、そんな気分しましたね。いやーほんと空港っていいね。それで肝心の、空港の食事、これね、これから旅行へ行くっていう時のね目と心と胃袋、これをね、満たすための場所でもあるんだけれども、改めて気づきました。いろんな国の食事あるんですね。でこれは旅行者だけじゃなくて、この空港で働く人たちの胃袋を満たすための側面を知ることができてね、今日は、本当に有意義な一日を過ごしたなと思います。はい、あと空港にね居酒屋がないね、居酒屋がないんですよ。はい、そういうもんなんでしょうね。今日は締め日はしません。それでは最後に一言生かしてください。空港の食事で心を豊かに、楽しかったでしょう。登録。